ライトララの藤田です。今日もインスタライブのご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。もうすぐハロウィンということで、本日の企画、ブライトララのハロウィンにおすすめのウィッグ特集、わーやっていきます。今日はハロウィンにおすすめのブライトララのウィッグと、実はコスチュームも販売しているので、コスチュームも合わせてご紹介していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。早速始めていきます。ブライトララのハロウィンのおすすめウィッグ&コスチュームパート1、私が被っているファンシードーリーセミロングになります。カラーはブラックを被っています。このウィッグの特徴は姫カットですね。ここの、わかりますか？こっちはいつも通りちょっと耳にかけちゃっているのですが、姫カットになっています。で、こちらのウィッグがこれなんですけど、これを私が今かぶっています。で、カラーバリエーションはこちらの9色、すごくバリエーション豊富で、私がかぶっているブラックが一番人気はあるんですけど、派手髪も揃えています。なのでハロウィンの時期に派手髪の1個をかぶって、それだけでも十分ハロウィンっぽいんですけど、こういう姫カットのものとかはコスプレだったり衣装にすごくマッチするので、おすすめで挙げさせていただきました。アニメ系のコスプレとかにもすごく合うと思うんですけど、今日みたいにこういう教師の格好にも、こんな感じ、下はスカートです、教師の格好にも合うと思います。で、この教師のコスチュームもブライトララの商品で、今私は青を着ているのですが、ここの部分が赤のタイプがあるので、お揃いで友達と一緒に着てもらってもすごく可愛くて、青と赤をセットでご購入される方がとても多いです。どこで購入できるか概要欄にも書いておくんですが、楽天やヤフー、アマゾンなどでご購入いただけます。で、こちらおすすめのファンシードーリーセミロングがお値段3580円の税込みになっておりまして、こちらのキョンシーのコスチュームも3580円の税込みになっています。この帽子とお札はくっついてるんですけど、これとこのお腹に巻いているこれ、ウエストマークの飾りがセットになっていて、肩がオープンショルダーになっています。で、バッグはあのジップで上げるタイプなので着脱しやすいです。これはあの今流行りのロングブーツとかでも可愛いし、ミーハイの靴下とか、靴下にローファーとか、何でも結構合いやすいのでおすすめのコスチュームです。こんな感じで1個目が姫カットのファンシードーリーセミロングのご紹介でした。続いておすすめパート2、こちらロングのウィッグで、結構スーパーロングみたいな感じなんですけど、前髪パッツンのロングのウィッグをおすすめします。これはロングセラーで、ブライトララでも4、5年くらいかな、ロングセラーでずっと人気の商品なんですけど、名前がカーブストレートになっていまして、こちらカラバリが9色です。で、今持ってきたのがストレートのパッツン前髪なんですけど、ノーマルタイプになっていまして、前髪はあとエアリーバングもご用意しておりますので、パッツンの重ためが好きな方はこのノーマルタイプで、前髪が少し軽くしたいなっていう方はエアリータイプをおすすめしています。これはもうね、毛先少しだけワンカールしてるんですけど、ストレートにしても可愛いし、これにおすすめのコスチュームがチャイナ服じゃん、めっちゃ可愛いでしょ。チャイナ服はめっちゃ気持ち悪いチャイナ服はあと黒とゴールドみたいな、ベージュと青があって、これがミニ丈なんですけど、ロング丈もあります。このね、ロングのストレートのウィッグとチャイナ服絶対可愛いと思うんですよね。セクシーな感じでおすすめです。これもブライトララで販売しています。私が着てるキョンシーにもすごく可愛く合うなと思うんですけど、ツインテールにしたり、三つ編みで編み下ろしてみたりとか、アレンジをしてもとても可愛いです。綺麗な黒です。お色ブラックです。こちらがお値段2890円の税込み。この長さでね、2890円すごいですよね。エアリーバンドも同様に2890円、先ほど見ていただいたチャイナ服も2890円の税込みになります。チャイナ服はあのキュートな感じにもセクシーな感じにもなるので、あのおすすめ
れですし、さっきのこの炊飯器も生地からね選んだのでオリジナルで可愛いです。で裏地もこんな感じでめちゃめちゃ綺麗です。2890円には見えないですね。普通にハロウィンのコスチュームとして以外でもなんかイベントとか余興っていうかなとかお店でね着たりとかもありやなと思います。ここに飾りがついてます。これも可愛くて柄はドラゴンの柄になっているのがおすすめです。こんな感じで2つ紹介しました。チャイナ服はロングもあるので足を出すのがちょっと苦手だなっていう方も試していただきやすいと思います。こちらが2つ目のおすすめでした。続いておすすめパート3、バーイ3はなんとですね40色展開のこちらのコスプレ用に作ったウィッグになっています。40色ってすごいですよね。この中から今日は厳選して2色ちょっとおすすめを持ってきました。これがまずカラー名がパンプキン、もうハロウィンって感じなんですけど、これに緑のベレー帽とかかぶったらもうかぼちゃっぽくてそれだけでも可愛いですよね。これはコスプレ用のウィッグとして作ったんですけど、お作り自体は普通のウィッグと全然変わらなくて普段用に買われる方も多いです。あとは加工して使われたりする方も多いですね。これがサイト上では38番というその番号で選んでいただけるんですけど、38番のパンプキンです。でもう一個がこっちちょっとイエローっぽいこれは32番のライトベージュになっています。この2つはもう被るだけでハロウィン感出るかなって思うんですけど、なのですごくおすすめで、これに合わせてどうですかっていうコスチュームのご提案はこちらポリスですね。ミニ丈です。このポリスもブライトララのオリジナルの商品になっています。このポリスの帽子と手錠とお腹のベルトがセットになっていてノースリーブタイプなんですが、ポリスもいろんな種類を用意ご用意しているのでぜひサイトの方をチェックしてください。このポリスにこの合わせるとめっちゃ可愛いと思います。こんな感じ。ウィッグの方は今セールにちょうどなっていて1780円の税込みになります。1780円か、1780円すごいですね。形はねなんかキュートサイドボブみたいな感じなんですけど、ちょっと毛量は多いかなっていう感じです。で40色あるのでぜひサイトでチェックしてください。でさっきのポリスのコスチュームは3480円の税込みです。これね真っ黒の衣装なのでこういう派手髪がすごく合うなと思います。皆さん今年のハロウィンはどんなご予定やろう。お外にはあんまりねまだ行けない時期かなとは思うんですけど、お家でハロウィン友達とされたり、なんかホテルステイとかも流行ってて可愛いホテル予約して友達とハロウィンパーティーしてみたりとかもインスタで見たりしますので、よかったらブライトララのコスチュームとウィッグでハロウィン楽しんでください。で最後おすすめパート4、いちいち拍手しちゃう。エクステなんですけど、これはワンタッチエクステで全部で20色あります。これめちゃくちゃ人気で毎日100本以上出るんじゃないか。はい、これはハロウィンの時期以外でももちろんいろんなイベントに使えるんですけど、ちょっと地毛をイメチェンしたいなっていう時とかにもおすすめですね。これがなんと1本158円なんですよ。で送料無料なんで試してみてください。ダンスで使われる方とかも多いんですけど、ハロウィンのコスチュームにも合います。私が今青のキョンシー着ているのでちょっと青のこれをつけてみようかなと思います。今長さは合わせてないので自分の髪の毛の長さに合わせてください。ウィッグにももちろんつけられますので、こんなインナーカラーみたいな感じで中に忍ばせてると可愛いです。でパッチンでつくのでめちゃくちゃ簡単です。違う色にしてみます。金色つけてみます。こんな感じでそのウィッグにつけるんやったらウィッグの長さにここカットしてもらって、インナーカラーみたいな感じでエクステをつけても可愛いです。友達といろんな色で色違いにしてもいいと思います。でつける部分はこんなパッチンクリップになっているので、これを髪の毛にこうやって差し込んでパチッとはめるだけです。ずれたりもあんまりしないですね。こんな感じでメッシュっぽく使ってもらう可愛いです。これが1本158円の税込みで販売しています。
ちゃくちゃ安い、友達とお揃いとかもしやすいですよね。で、めっちゃ早足で行っちゃったんですけど、ブライトララのハロウィンにおすすめのウィッグとコスチュームをご紹介しました。では最後に本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本日使用したウィッグなどその他もろもろは概要欄に貼っていますので、ぜひチェックしてください。この動画がいいと思ったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。チャオ。